当にフルートとハープっていうのはね、この曲のおかげでもう世の中僕らはね、すごく得してるっていうかね、特殊な組み合わせをね、よくね、書いてくれたなと思って。当時はシングルアクションっあ、シングルアクてシ言っョン。て、今のハープはダブルアクションハープなんですけど、それは3段階になって、今は半音2回変えられるけど、当時は1回しか変えられなかったので。フルートとハープの相性の良さで、そこはやっぱりね、フルートっていう楽器はリードがない楽器だけに、音がそんなに大きい音は出ないわけですよ。強さがない分ね、非常にその優しくこう問いかけられるっていうか、そういう感じの音がする。でハープも打鍵ではないわけだから、こう指のこの柔らかいところで弾くわけですよね。そうすると柔らかい音と柔らかい音でこうマッチングする。今回は2人ソリストがいらして、そしてまあオーケストラとっていうことなので、しかもこうかなり珍しいですよね。このフルートとハープっていう組み合わせっていうのは、ただのこうメロディーを追いかけていくっていうわけではなく、ハーモニーとしてのその流れとどこにまあクライマックスを持っていくかっていうことについては常に考えるようにしています。音楽をあまり知らない人でもどこかで聞いたことがあるような曲じゃないですか。でもハープのために書かれた曲で、そういう曲って本当に少ない。初めて弾けた時はとても嬉しかったです。